キルケニー城キルケニーはアイルランド、キルケニー県の県と人口2735人。都市名はアイルランド語で聖カニスの教会の意味。その歴史とナイトライフで有名である。町はノア川を中心に発展していて海からの潮の影響を受けないアイルランドの唯一の市になっている。また、アイルランド唯一の自治都市でない市であり。 タノシのような市議会ではなく、バラー議会で運営されている。アイルランド国立大学名ヌース校のキルケニーカレッジはあるものの、独自の地域技術カレッジも大学もない唯一の都市でもある。1366年にキルケニー法が制定された場所でもある。キルケニーキルケニーの地図キルケニーは、多くの中世建築物で知られており、何世紀にもわたって、 大理石の都市と称されてきた。キルケニーの美しい建物を形作る装飾的な白い化石を含む黒い石は郊外の黒い石切り場で産出する石灰岩で同種の岩石だが正確には大理石ではない。炭素を多く含むため暗色を呈する。採石は17世紀に始まり、国内は元より欧州各地に運ばれ、九百七十年代に廃坑となった。 町の最も目立つ建物は、キルケニー城と聖カニス大聖堂である。また、ドミニコ海の教会ブラックアビーがパーラメントストリートにある。キルケニーは、ビール醸造の歴史で知られている。町には、コールスミスウィックによって18世紀初期に建設されたセントフランシスアビー醸造所がある。この醸造所は、1960年代からギネスグループによって所有されている。 1997年にギネス社はグランドメトロポリタン社と合併しディアジオ社の一部となり醸造所も現在ディアジオワールドサプライ社の一部になっているスミスウィックのエールは現在その醸造所で作られている製品のうちの少量を占めるだけになっているアイルランド国外にはスミスウィックとよく似たキルケニーという名前のビールが輸出されている現在 醸造所で生産されるビールの約80%はバドワイザーでライセンスを受けて生産されている。また、キルケニーにはグランビアの本社と工場がある。グランビアは世界的なチーズと乳製品の会社でアイルランド、イギリス、アメリカに事業を展開していておよそ4000人を雇用している。ありがとうございます。